スマブラ。このゲームには様々なルール、様々なアイテムがあり、様々な遊び方ができる楽しいゲームなのにもかかわらず、現在主流となっているのはワンオンワンのガチ対戦である。実際私たちのウプ主もワンオンワンのガチルールに取り憑かれる亡者とかしている。ただの化け物だろこれ。スマブラの楽しさを思い出してほしい。そこで私たちはウプ主にこんな説を用意した。名付けてハンデ 300% でもモンスターボールありなら CPU レベル9に勝てる説。ワンオンワンばっかやってる人がそんなルールに乗ってくれるのか？はい、説明したら心よく受け入れてくれました。やーやーい、ワンオンワンもその程度かよ、ザーコザーコラー。だからバケモンだろこれ。はい、ということで始まりました。いや、勝てるで。おっと、ウプ主は自信満々のようです。さぞ一瞬で説立証してくれることでしょう。やし、ちゃんとクエのループをする。さあ、早速攻略法を見つけたウプ主。これはもはや勝負あったのではなかろうか。ちゃんとクエのループしつつ、ウプ主さん、お前出すポケモンによっちゃ分かってるな。さあ、ポケモンの奪い合いが勃発。ポケモン勝負だ、ポケモンバトルだ。え、分かんねえ。この子たちは何をしてくれる方なの？どっちが優秀？お前らポケモンの知識なさすぎんだろ。予習くらいしてこい。さあ、続いてのお供はケイシー。サイコキネシスでクッパをひねり潰しておしまと思ったらまさかのテレポートでした。それでいいよ、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 いいよ。それでちょっと崖外まで連れ出してもろて。テレポートと復帰寿司の合体技だろ。ごめん、気量が足りませんでした。これ本当に勝てる？しかしまだまだ序盤も序盤。でも君の死は無駄にはしない。勝手に殺すな。行くぞアローラ、ライチュー兄弟タップだ。頑張れイケ。頑張れライチュー。イケイケ、その調子だ。そのまま倒しちゃってください。マジで頑張れ。お前らも戦えや。マジでパナパナ。さあ、パナパナも参戦。今のところ2連続でボールをゲット中。そしてミニ爪も私たちのものだ。え、何？お前たちにそんな顔をする権利はないよ。登場の権利すらないの？なんかデッケーキが生えてきたので休戦です。そっちにモンスターボール来たら俺終わるんだけど。あー、ちょっと待ってー。しかも今のマスターボールじゃねえか。何するの？いやー、ピカチュウ逃げてー。このままじゃ死んじゃうだろ。大気伸びて私たちの分。甘いな、ピカチュウならこんな状況も打破できる。デッケーキを超えることくらいたやすいことなんだよ、なめんなよ。さあ、ストックは1さん。よくスルーできたね、今の。ルナーラの猛攻を無傷で振り切り生還。クッパにはやられたけどね。今実質、マスターボールはなかった。ルナーラにやられてないのでも早いなかったも同然です。おい、そろそろバースト狙えそうだぞ。上投げか雷とかでいいんじゃないか。あのね、マリサ。そんな確定バースト狙っても何も楽しくないんだよ。上投げ雷敷いちゃおう。まあ、投げするわけにはいかないしね。首ひっちぎれそう。これぐらいちょっと本気でいかんとな。向こうが本気で来てくれてる以上、こっちも本気で戦わないと。それは相手に失礼というものでしょ、みんなさん。間違いない。違いますか？目の前の敵を倒すために本気を出す。我々は勝つためにここにいる。さあ、私たちのポケモンで埋め尽くされた。俺もやろう。雷共鳴。一緒にビリビリしようぜ。カチューの雷共鳴にクッパはなすすべもなく倒れるのみ。作戦を考えました。戦いはすべてポケモンたちに任せて、こちらは持ち前の機動力を生かし逃げまくる。その名もあとは任せた作戦。ダメだって、戦ったら。つい本能で攻撃しちゃったが、次はそうはいかない。はい、来たー。神ポケモン。飛んでけ、お前。いけ、ミミッキ。ピカチュウに似たポケモン多いな。ほぼピカチュウ。いいねー。袋叩きだー。どこんどこん。いいね、ビクティに来た。あ、え、待って待って待って。ルールにないものが追加された。暗い一方的に来た。剣は俺に味方してくれている。ふっふっふ。ポケモンだけじゃなく剣すらも味方につけてしまったようだ。攻撃ボタン封印します。マジで俺攻撃しないわ。任せたぞ。俺が攻撃しちゃダメ。気づいた。相手の近くにボールを投げる。気づきました。で、相手の近くにモンスターボールを投げると逃げられなくもなる。うわ、ポンコツ草ポケモンども。こうなら手札の強さで勝負だ。ポケモンバトルだ。めっちゃ強いやつお願いします。だ、あ、やばい、こいつめっちゃ強いんよ。これこれはいける。ケルビオ、君に決めた。いいぞ、二人で行くぞ。二人で行くぞ。いや、まだだ。三人で行くぞ。最強の布陣が今完成した。高火力ポケモンのオンパレード。デルグマ最強って言ったある。ダメージバースト力ともに申し分ない。デルグマ一番強いからな、これ。バースト力しかないやつだった。マルマインはね、投げれるんですよ。こいつをぶん投げて終わりだ。ガノンなら負けない気がする。武器として強いし、増えにあるし。そう、この魔王にかかれば全てを闇に葬ってくれる。彼ならきっと何とかしてくれる。1ストックの隙も与えず全てを破壊する。それが魔王ガノンドロフ。よし、はい、5分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 。これ投げるタイミング大事。ここ。さあ、11の状態でなんとビッケに登場。
これで私たちの勝ちだー。え、ちょ、なんでまだ終わった？ふざけんな、マジ。なんでこうなった？マジでなんでだよ。弱い、こいつ。まあ、そんな強いポケモン引かれてないし、大丈夫なんでだー。いやいや、待って、大丈夫。結構ここに隠れんぼしてたら、いいからーなー。さあ、また1ストックまで追い詰められましたが、なんか次こそは勝てそうです。その自信はどこから来るんだい？ポケモンの声が聞こえる。彼らの声が私たちの力になる。だって私は、ピカチュウだもの。さあ、行くわよ、生拳。あなたの声も聞かせてちょうだい。生拳？近づけない。嫌われてんぞお前ら。そんなことないもん。さあ生拳、共に戦おう。近づいてみろお前。三鷹生拳の鉄壁ガード。いけ生拳。三鷹これが友情の力だ。いけモンスターボール。いけ生拳。ああ生拳、友達投げるなよ。腹の復帰阻止。上にはアンドロイドピカチュウが待ち構えてるぞ。いたもんです。いけピカチュウ、とどめだ。いけナイスー。三鷹友情タップ。さっき友情投げ捨ててたよね。さあラストストックだ。これは勝利の可能性が大。モンスターボールは全て私たちのものだ。あれであれで。メタモンハッサムよくやった。戻れ。ラストはピカチュウが決める。あった。復帰阻止で終わりだー。誰やー。まだだ。こんな時のポケモン、彼らが助けてくれる。取らないで。それは私たちのものだ。聞こえる。ソルガレオの声が聞こえる。イケソルガレオじゃなかった。逃げて。奥主逃げて。逃げられない。逃げられない。助けて。助けて。あー、それ取るの。ソルガレオ様。ちょっと待って。もう勝つ。次こそは勝ちます。あと何回この言葉を聞くんでしょうか。新戦術横ビーランシャ。なんでちょっとうまくいってんだよ。そしてこの反動を利用してボールもゲットだ。その中身とサキンと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 その中身とサキン。ハズレを引いたな。私は当たりだ。やっておしまい。ステルグマ最強ポケモン。ステルグマボディーブローだ。何させてんだよ。ステルグマとの友情コンボ。くらえ。信用できねえ俺。なんだ今の笑い方。笑い方が汚ねえな。さあ1ストップ取り返した。この勢いで倒しきる。お願いします。強いの来てください。大中来た。来た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 。大中は超当たり。そうなのか。見てな。あ弱い弱い弱い。そいつ弱い。めっちゃ弱い。そいつ強すぎんだろ。よしあとは逃げつつモンスターボールを確保するだけで。なんで横スマッシュ。いやまだ五分。でもモンスターボール取られてるぞ。いやウプ主ならなんとかする。これ投げさせない。クエヌループを使って、でこれ外に出してる間に投げれないから、ここでモンスターボール取って投げて、ポケモンバトルだ。ポケモンの質は5分。つまりこのポケモンで優勢になる。めっちゃ質下がったな。戻れと先んと。二度と出てくるな。次のポケモンが何かで完全に勝負が決まる。余ってやばい。コンボミスった。ごめん。許して忘れて許して口舐めるから。ペロ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 。よっしゃボールゲットだぜ。なんか今めっちゃ情けない発言が聞こえましたけども、なんか強そうなの出た。なんか強そう。なんか強そう。おっと、あ、え、勝ったよ。勝っちゃったー。これは勝ったのでは。ザコメ。あ、やべえ、倒せてない。みんな頑張れ。あいつを倒すなら今しかない。勝ったやろこれ。もう勝ったやろ。たはい、ということで今回のハンデ 300% でもモンスターボールがあれば CPU レベル9に勝てるセプリショー。ということでガチューだったらね、1分33秒あれば、300% でも1分半さえあればクッパに勝てるという証明が。動画時間は8分超えてんだよ。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ということで今日はこれにて終わりにしましょう。ということで See you!